何でしょう。では分からないので、はい、これがですね、デザートかなと思ったんです。はい、こうなって変わっていきますよ。これにお水を注ぐと、これは、はい、そうです。水を注いだ後に今炭酸を加えています。ほら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 、泡がふわーっと出ていきます。味もまさにビールなんですが、これノンアルコールビールです。もちろんアルコールが飛んでいきますので、アルコール飛んじゃうもんね。なので、ノンアルコールビールなんですが、こうやってできたんですか？驚きの進化を遂げているんですが、皆さんのご家庭ではもうこのフリーズドライいろいろありますか？朝30フリーズドライ、これがうまくてね、中井さん美味しいよね。美味しいです。私もフリーズドライを結構買ったんですよ。こんなものまでフリーズドライっていうので、その発見というか感動に驚かされるんですよ。レッチ君なんかね、チョコレートだけ食べてるんだもんね。そうでも料理したんですよ。これができるかなと思って、ずっと本番とずっとこれで来て、せっかく来たら、何これ買おうかと思って。あんまり美味しい美味しいですね。私が作るのって、妻の立場になって。お袋の味、品の味。いやいやいや、これだったら、最高の味、美味しいよ。